はい、今日も事務所を展開しております合同会社モテロ市民の椎根翔です。本日はですね、柳瀬さんの、ご契約の時のインタビューということで、何回かに分けてお送りしております。柳瀬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回のですね、インタビューはですね、ご契約前の、お仕事環境や、生活環境で、どんなことに悩んでいましたかということですね。はい、契約前の仕事、はい、まずちょっと上司と馬が合わなかった、ちょっと風変わりした人だったんですけど、ちょっと俺がっていうような感じで、はい、口はなんだろうな、口は言うけど自分は動かないみたいなところが多くて、よくあるパターンですね。でそれと、警備の仕事、資格をたくさん取ったんですけど、社内的にあまり報われなかったっていうのが、やっぱネックになってますね。まあでも大体世の中ってそんなもんじゃないですかね、と思いますけどね。まあこう、運送業を始めるにあたって、自分の頑張った分だけ、見返りがあるっていう点で、やってみたいなと思いました。頑張った分というか、結果を出した分っていうことですね。わかりました。ありがとうございます。ということで、柳瀬さんのインタビューはまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。